スクリーントーンの説明に移ります。これがスクリーントーンというものです。ちょっといろいろ切って使いかけになってますけれども、これをいろいろ貼ることによって画面にバリエーションを与えます。裏にのりがついてますんで、軽くまあ擦る程度でいいです。これでくっつきます。そしてこの輪郭に沿って切っていきます。なんといっても女の子を描くときのポイントは丸です。ほとんど曲線だけでできると言ってもいいですから、男の、まあ、直線的なものに対してやっぱり女の子を描くときは丸を中心に考えてください。まあ、体を描くとまず描いてきますけど、こんな感じですね。とにかく曲線でいきます。そして胸と腰のくびれと大きなお尻を強調します。まずやっぱりお目目の目をパッチリとさせますね。目は大事です。で、鼻は小さく、口も小さく描きますけども、唇は強調した方がいいです。本当に走り書きですけども、書いてる私自身と担当の編集者に分かるように最低限の書き方で簡素化して書いています。